はい、それでは11月26日の3問に入ります。 A が B に A 所有の公土地を売却し、その際 B 所有のオツ土地が売れた時に B は A に公土地の代金を支払うという条件をつけた。 A の代金債権の消滅事項はいつから進行するかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、B さんが所有する土地があるんですね。オツ土地っていうのがあって、これが売れた時に B さんは A に代金を支払う。つまり B さんは A から公土地を買ってるんですよね。 B は A から公土地を買ってます。 A がってなってるので、 A を主語にしたら A は B に土地を売ってるんですね。公土地を売ってます。つまり B が持っている土地が売れたら B さんは A から土地買いますよっていう条件なんですよ。で、この場合、売った側の A さんの代金債権、つまり A さんが B さんに公土地の代金を取り立てる権利ですね、これの消滅事項はいつから進行を始めるかという内容です。で、答えは B さんの落ち土地が売れた時からなんですね。消滅事項の起算点、いつから進行するかというのは、権利を行使できる時から進行します。つまり売り主 A が買い主 B に対して代金の取り立てをできるのはいつからですか、これを考えればいいだけなんですよね。権利が行使できるってことは取り立てができるってことなので、いつ取り立てができるかということなんですよ。で、代金を請求できるのは、つまり取り立てができるのは、オツ土地が売れた時からですよね。B さんが持っているオツ土地、これが売れた時からです。なので、A の代金債権の消滅事項は、オツ土地が売れた時から進行をします。で、問いにですね、A が転売目的で反復継続して、宅地を購入する場合でも、売り主が国、その他、宅地建物取引業の適用がないものに限られている時は、A は免許を受ける必要がない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。 A は免許を受ける必要があります。で、 A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね。今回国とかその他宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけども、そういったものから購入する。つまり国、地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんある、いるわけですよ。まだ地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、まあ、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。したがって、宅地建物取引業を行うということになるから、A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。国自身ですね。あと地方公共団体。地方公共団体自身も宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので宅建業を行う場合は免許が必要だということです。で、これくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていて、それを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この一点っていうのは重要なんですよね。ここで引っかかって一点失点する方っていうのは、引っかけ問題でもう3点4点も失点するんですよ。で、そうなってくると大体不合格なんですね。で、引っかけ問題に引っかからないためにも、考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。だから個別指導ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。いや、そういったところを個別指導ではお伝えをしております。では問い3に入ります。容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に参入しない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。3分の1、これが誤りです。正しくはこれ全てですね。共同住宅っていうのはアパートとか、マンションとか、まあそういったものです。これらの廊下や階段の床面積っていうのは全て、その建物の延べ面積、延べ面積っていうのは各階の合計面積ですね、これには入れません。つまりこの廊下や階段部分の面積は建物の延べ面積に
参入しないっていうことなんですね。つまり、マンションの部屋の合計面積が1000平米あって、廊下やエレベーター部分面積が200平米あったとします。まあこれ合計すると1200平米ですよね。ただこのマンションの延べ面積っていうのは、この廊下やエレベーター部分のこの床面積200平米、これ入れませんので、まあ階段部分もそうですね。もう入れませんので、1000平米になると、まあ、いうことです。まあ、具体例を考えればそれほど難しくないと思います。あなたも具体例を使ってイメージしながら理解学習をしていく。この勉強法を実践したくありませんか？12月初旬に値上げとなります。まあ、もうすでに個別指導で理解学習を実践している方もいらっしゃいます。まあ、毎年ですね、この時期から受講した方っていうのはやっぱり合格率非常に高いんですね。なので、来年一緒に勉強して絶対合格しましょう。理解学習を実践して来年絶対合格したいという方は、下記概要欄から個別指導の URL、クリックしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。